今日はその日本を救う基礎学問ということをお話しするんですけども、よく基礎科学という言い方をしますが、あえて基礎学問と言ってるのはやっぱり必要なのは科学だけではなくて文献も含めて非常にその基礎的な知の力というのが大事なんだということについてお話したいと思ったので、こういったところにしてみました。最近特に科学技術ということになりますと、特に安倍政権以来すぐイノベーションという言葉がついてくるんですけども、イノベーションというと思い浮かべるのは大抵こういう絵ですよね。 iPhone みたいなものを作りなさいと、日本人もそういうふうに頑張りなさいというわけですが、私スティーブ・ジョブズの話すごい好きで、よくキーノートアドレスとか聞いてるんですけども、その中で彼がすごくいいなと言ってることを思ったのは、アップルはテクノロジーカンパニーじゃないんだと、テクノロジーとリベラルアーツの交差点にあるからアップルなんだと、でこれがアップルの DNA だということを言ってます。でリベラルアーツということは当然ですけども、職業や専門に直接結びつかない教養だ、基礎的な学問ということですよね。これがあるからアップルがあるんだということを言っていて、イノベーションといったときに、じゃあ今ある技術をなんとかこう組み合わせて新しいものを作ればいいかっていう、そういうものではないんだと。で本当にこう人間のルーツにも基づいた基礎的な学問の力の上に iPhone が成り立ってきたんだということを言ってるんだと思ったので、これは素晴らしい言葉だと思いました。で確かに私の知る限り、今までその人類の歴史の中で非常に破壊的なレノベーションがあった例というのを考えてみますと、例えばその今もう医学に欠かせないレントゲン CT スキャンは X 線を使っているわけですが、これはそのレントゲン博士が本当に放射能をちゃんと理解したいということでやっているうちに、なんかそのものを突き抜ける変なものがあると、それで奥さんの手を突き抜ける骨の写真を初めて撮って新聞に出したりして、でそれが初めだったわけですし、で今例えばその医学では MRI に欠かせない超電導で、今ではそのリニア新幹線の基幹技術でもあるわけですけども、これはある種の金属をものすごい低い温度に冷やすと抵抗がなくなってしまって、ロスがなく電流を流せるという現象ですね。でこれを発見したのはもともとヨーロッパの研究者たちが競争をしていたと、単に好奇心に任せて誰が一番物を冷やせるかっていう競争をしていて、で一番冷やすことに成功した研究者がその冷やした中で電気抵抗を測ってみると、なぜかゼロになってしまったという、ある意味で偶然の発見だったわけです。でアインシュタインの相対性理論も純粋な研究だったわけですけども、これがないと今それこそiPhone で使う GPS は使えないわけですし、それから素粒子物質で発見された反物質って非常に不思議な物質があるわけですけども、今これを使ってペット診断というがんの診断をしている。で今のビジネスに欠かせないワールドワイドウェブ HTML の言語っていうのは、もともとは世界に散らばった素粒子の研究者がデータを共有するために作られたシステムだったわけですけども、その世界中で同じデータを共有するというのは今ではビジネスの必要な道具になっていて、それで Amazon で買い物ができるようになっている、まあ、そういうものはたくさんあるわけです。すでに梶田先生が量子力学の話されましたけども、極めつけの破壊的イノベーションというのは、実は紀元前300年ユークリッドの発見した素因数分解、全ての素数は素数の積で掛けるというわけで、今でも日本の小学生がその18と与えられると 2×3×3 という素因数分解をして、なんでこんな計算しなきゃいけないんだと思ってるわけですけども、実はこれがないとインターネットの暗号通信ができない。でこの素因数分解のおかげでAmazon に自分のクレジットカードを心配せずに入力することができるというわけなので、基礎科学っていうのはそういうもんだと思うんですね。で実際今の例の中でもその加速器みたいな基礎科学で使った技術が今ではその、ペット診断のための試薬を作っているわけですし、その加速器がさらに実際の放射線治療に使われることもあります。で下にあるのは MRI ですので、先ほど言ったようなその超電導の磁石を使うことによってがんを診断する。ですから破壊的なイノベーションというのは本当にこう基礎的な学問から出てきているんだというのは私の知る限り事実だと思います。ですから真のブレイクスルーは基礎学問から来ていて、でなぜかというと、そういう基礎的な学問というのは最先端ですから、必ず極限的な技術を要求する。そのために今までできなかったことをやらなければいけないという状況になるので、それが非連続的な発展につながっているんだと思います。で今では量子とか AI っていうのはもう新聞にぎわして、もう当たり前のように一見見えてますけども、実は今でも基礎的な学問の対象になっていて、どんどん発展していると。しかもこういう基礎学問っていうのは世界共通なので、人材のグローバル化も震災し、そしてそうやってその場で育ってきた若者っていうのはもう新しい考え方が自然できるようになる柔らかな頭脳を持っているので、時代の変化に対応する考え方を育てることができるような、そういう時代になると思うんですね。ですからこういう基礎学問というのは本当に未来の日本を作るために必要だと思うわけなんですけども、じゃあ日本での基礎学問というのはどう位置になるのかということを考えて、私なりに専門じゃないんですけども調べてみました。で調べてみると、まず分かるのは
日本はそもそも成功するはずのない国であると。でこのウェブサイトは世界のいろんな国 の, その天然資源を比べてるんですけども、そこでジャパンと引きますと何て書いてあるかっていうと、無視できるほどの鉱物資源と魚と書いてある。でその世界200カ国の中で無視できるネグリジブルって表現は日本だけなんですね。それぐらい日本は資源のない国であるということです。例えば日本にも石油はあるわけですけども、普通油田っていうのはこういう写真を思い浮かべるわけですが、日本の油田っていうのはこんな感じです。で油田があると言ってるわけですけども、本当にわずかな資源しかない。例えば日米の比較をしてみますと、今アメリカは世界最大の産油国になってしまい、で土地がいくらでもあるから物を壊さずにどんどん新しいものが作れる。で常に移民で人口が増えているので、その人あの少子化の心配する必要もないですし、いろんな文化が出会うことで新しいものがどんどんできると。で人口構成を見ても非常にヘルシーですね。で一方日本はあの最初お話したように、まず資源が全くないと。で国土7割が山ですから、実は国土の3割しか使えない、土地がない。その中で高齢化、あの人口減少していて、そして梶田のさっきおっしゃったように、あの子どもたちも含めて非常に窒息感を感じていると。で人口構成も本当にあの支持ぼみになっていて、まあ、将来心配だというわけです。ですから日本は本来成功するわけがない国だと。なのにこれ新聞に書かれてないんですけど、私が見る限り、そしてアメリカ人の友人に聞いても、日本は大成功していると思われています。例えばこれはその人口あの1人当たりの GDP の額ですけれども、これ見てみますと日本この赤い線上がってるんですよね。マスコミでこういうこと見たことないですけど、日本の経済国民当たりの GDP 伸びてるんです。しかもフランスとかイギリスとほとんど変わらない。アメリカドイツよりは低いですけれども、イタリアよりは高い。ですからこんなに成功するはずがない国なのに、そもそもなんでこんなに成功してるんだという観点から物事を考えるべきだと思うんです。で特にアメリカの人と話してると、日本が今落ち目だと思ってる人は全然いなくてですね、何言ってんだお前と。例えばトヨタが世界で初めてハイブリッドカー作ったじゃないかと。今でもカメラ買うときはニコンを買うよというわけですね。ですから日本は成功してる国だと思われていて、実際に数字でもそう出ているのに、なぜか自分たちで勝手に元気をなくしていて、でしかもなぜ成功しているかということを分析しないがために、そのいいところを伸ばすという政策ができないんだと。まずなぜ成功したかを理解して、それを伸ばすことが未来につなげる方法であろうと思うわけです。じゃあなんで成功したのか、これはますます私の専門から離れるわけですけども、まあ、いろいろこう読んでみるとですね、例えばその日本はあの明治の最後に黒船が来て開国して、で突然こうあの近代化したわけですけれども、それまでこうちょんまげ言って鎖国してた国が突然急速に近代化し、西洋の文明学問を吸収し、理解するだけではなくて応用することができたっていうのはどうしてか。でこれたまたまインターネットで見つけたんですけども、江戸時代の後期に日本にやってきたアメリカ人の油絵なんですね。でこれ見てもちろんまあ結構格好貧しいですけども、その周りで私が一番びっくりしたのは字が書いてあるんです。モネの絵を見て街並みに字が書いてある、私見たことない。フランス人は読めなかった字が日本人読めたんですよね。ですからこんだけの発展を遂げた理由っていうのは、その当時の日本人、こんな貧しい姿の日本人がちゃんと字が読めるという基礎的な知の力があったからだろうと私は思うわけです。でそれはもちろん寺子屋とかいう文明もあったというのもありますし、実は当時の日本人は、まあ、これは本当にごく一部の人でしょうけれども、自分で数学の定理を証明して神社に納めるという山岳という文化があったと。でこれも山岳の研究をしている人の本とかを読みますと、当時ヨーロッパでもまだ知られてなかったような定理が山岳で納められているんだそうです。ですからこの江戸時代後期の日本の知の力っていうのはものすごかったじゃないかと思いますね。だから日本は成功したんじゃないかと。でこういう日本が何で成功したのか、どういう強みがあったのかということをちゃんと理解しないと、変なちぐはぐな政策になってしまって、本当の意味で今後の成功を作ることはできないはずだと。でかつては日本はなんかモノマネだ、安い製品を量産して戦ってきたかと言われてきましたけども、今ではもうさまざまな製品を通じて日本の製品は買いたいってアメリカ人はいっぱいいます。でもじゃあハイブリッドカーを韓国や中国が作ったかというと、そういうのないわけですよね。ですから日本の製品と韓国中国の製品っていうのはアメリカ人から見てもはっきり違うと思われていて、その日本の国力っていうのは全然低いと思われてないです。ですから資源のない日本なんですけども、本当の意味で頭脳で戦ってきた国だと思います。
で欧米では日本文化への尊敬は非常に高いですし、最近は日本料理も大人気ですし、その日本というと何かいいことがある国だと、素晴らしいものがある国だっていう印象はむしろ日本のメディアに全く出ないんですけど非常に強いと思います。でそれを作ってきたのはやっぱり基礎学問と文化なんだと思うんですね。でこれ梶田さんも含めてですけれども、アジア初の自然科学のノーベル賞のリストを並べてみたんですけれども、アジア初と言っている意味はアジア人がアメリカやヨーロッパに行ってやった研究ではなくて、だから南部さん入ってないんです。日本で行われたアジアで行われた研究にあたるノーベル賞のリストなんですが、これほとんど全部日本の方 でインド人の人が1人と中国人の漢方医学の方が1人、それ以外全部日本です。それだけの知の力が日本にはあるっていうことだと思うんです。でそれをなんで育てようとしないのかということですよね。でそういうことを考えてくると、当然日本は基礎的な知の力に投資すべきだと思うんですけれども、これ実は梶田さんとご一緒だったんですが、スウェーデンでシンポジウムがあった時に、スウェーデン のアカデミーの方と一緒にお昼ご飯を食べる時がありました。でたまたまこのアカデミーのプレゼントの方の隣に座ったので、こう質問したんです。その基礎学問っていうのは世界共通のものだと、だから別にどこの国でやってても自分の国で投資しなくても何かブレイクスルーがあったらもらってくればいいじゃないか、そういうロジックがあり得ると思うんです。で調べてみると、スウェーデンっていうのは GDP の1割近くを基礎科学に投資している国なので、だからスウェーデンは非常にそこら辺なぜそれを投資すべきかとか理解されている国だと思うので、どういうふうに説明してますかって聞いてみたんですね。そしたら彼の答えはこうだったんです。まず国が基礎学問に投資していないと、仮に破壊的イノベーションが他の国 で起きたとしても、まずそれが大事だと理解できる人がいない、だから気がつかない。で誰か気がついたとしても、じゃあそれを受け止めて発展させようという人がいない。でそういう人がいないってことは、当然実用化に結びつける人がいないので完全に乗り越えるんだと。だから常にそういう基礎的な学問に投資して、ある程度広く薄くいろんな人がいないと、その何か大事なことが起こってもそもそも気がつかないんだということを彼は言っていて、だからこそ投資する必要があるんだという、そういう返事でした。でさっき言った皆さんにこう調べてみますと、これは OECD の調べですけれども、いろんな国が GDP の何パーセントをその政府から研究開発に投資しているかという図ですけれども、確かニステップでも使われているかと思いますが、これを見ると GDP の 0.5% を日本は投資していると。でアメリカ、フランス、ドイツに比べると、もちろん十分低いですし、韓国は実は世界トップクラスで 1% を投資している。先ほどのスウェーデンも約 1% ですね。で韓国は先ほど その資源のウェブサイトを見てみますと、鉄と石炭があると書いてあって、ちゃんと資源がある国なんだけども、ここまで投資すると。ですから日本みたいな資源がない国で地の力だけで戦ってきた国がこれだけの投資しかしないとしたら、これは先はないだろう。ですから日本 の未来の投資として、こういう研究発出費を増やしていかないと本当にこれから危ないじゃないかというふうに私が思っています。ですから基礎学問っていうのは本当に日本を救う、もしくは明治維新の時日本の救ったものであって、それにこれからも国家100年の計で投資していかないと、次に訪れる危機、今実は危機が来てると思うわけですけども、それを乗り切ることはできないんだ、本当に国を救うものなんだというふうに説明しています。以上です。